こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日は指示規定面、まあ、解除時の正解っていうことで、まあ、指示規定面って、まあ、ボディメカニクスとか異常の動画でたくさん話してると思うんですけど、まあ、指示規定面って実際どれぐらいの幅がいいのか、広すぎるのがいいのか、狭い方がいいのか、まあ、果たして正解は利用者さん側の指示規定面、介助者側の指示規定面、正解はどんなんなのかなっていうのを今日はね、解説したいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルでは、こういった介護技術を、紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、僕たちの本がですね、体をいたわる介護術ということで、介護術の、基本的なところをまとめた本、まあ、動画もついてますので、Amazon さんであったり、全国の書店で販売してますので、ぜひお買い求めください。では実際に、指示規定面ですね、実技でやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日は指示規定面ですね。指示規定面の大きさについて紹介したいなと思います。前回の動画で立ち上がりをうまくやると、まあ、異常がうまくいきますよといった内容を紹介したんですけど、指示規定面はもちろん広ければ広いほど安定します。なので、まあ、1回立ってもらっていいですか。指示規定面が一番狭い状態、どういう状態かというと、片足で立っている時です。はい、この状態は今片足の、まあ、足の面積しか体重を支えれてないです。まあ、もちろんね、筋力とかいろんな要因はあるんですけど、単純に、重心と指示規定面の関係だけ見てもらえたら、考えたらこれが一番狭い状態です。この足の上に重心が来るから立ってられます。はい、これがちょっとでも外れたら、はい、もう立てないですね。はい、なので人は片足立ちよりも両足の方が重心がちゃう、バランスが安定します。でプラス今山田くんもちろんまだ若いんで筋力があります。なので多少こう揺れてもふらついても筋力で支えたり、指示規定面から重心が外れそうなのをぐっと踏ん張ってとどまったりできるんですね。ただ高齢の方っていうのはそれが難しい、筋力が衰えてたり、まあ、関節も硬くなってるので、なので杖を使います。はい、杖を使うと指示規定面は広がりますよね。さっきの足プラス杖まで広がりました。まあ今三角形みたいな感じですね。なので、より安定するってことなんですけど、じゃあこの指示規定面広ければ広いほどいいのか悪いのかって話なんですけど、もちろん、今から異常解除するときに指示規定面はお互いに、利用者さん側も、解除する側も指示規定面は狭いのは良くないです。っていうのもそれだけ先説明すると、じゃあ足ぴったり閉じてください。はい、この状態で解除するとどうしてもふらつきますよね。危ないですよね。で解除する側もちょっと見にくいですけど、こう今足閉じてます。狭いと、はい、立ち上がってもらう時にやっぱふらつきます、僕自身が。はい、なので危ない。じゃあ広げたらいいのかって話なんですけど、じゃあめちゃくちゃ広げてください。はい、めっちゃ広いです。はい、じゃあ安定するのかどうかなんですけど、これじゃあ筋力が力がめちゃくちゃ分散して立てないですし、横長になった分、ちょっと普通に立ってみて、横には強いです、当然。ただ前後にめちゃくちゃ弱くなります。はい、なので何事もバランスが大事になってきます。はい、でじゃあ閉じて、僕自身ですね、利用者側自身も同じで、足を広げすぎてると、極端にやりますけど広げすぎてると、力がしっかり入らない、分散します、逃げてしまいます。なのでいざ解除しようとしてもとみたいな感じで力が入らないし、今僕斜めに立ってますけど、こういう前後には非常に弱くなるので、例えばこれで異常した時に利用者さんが後ろに行ったら、もうこのまま僕も絶対倒れてしまいます。踏ん張りが効かないってことですね。なので適切な位置が一番いいんですけど、じゃあどのぐらいかってなってくると、やっぱり肩幅ぐらいかなと思います。なので今ちょうど山田くん肩幅ぐらいですね。肩幅か、もしくは、足が、山田くんの足と足の間に1個もしくは2個入るぐらい、それより狭いと狭すぎる、それ以上入っちゃうと広すぎるぐらいの感覚でいいかなと思います。大体1個2個入ればいいかなと思うんで、今ちょうどいいぐらいです。なのでこれで、
ある程度横の対応もできるし、前後も足の指の力がグッと地面をつかむみたいな感覚で力がグッと入るんで、ちょっと巻いても指の力でグッと踏ん張れたりもします。じゃあ介助者どうなのかってなってくると、介助者は肩幅じゃちょっと狭いです。っていうのもこれだったら腰の位置が高すぎて、もう介助するときにこれぐらいですね、肩幅なんで。ちょっと見にくいかな、はい、肩幅ぐらいにすると、これぐらいですかね。腰の位置が高いので腰痛めてしまいますよね。しゃがめないですよね、これ以上ね。なので、重心を僕は低くしたいのである程度広げます。で、どれぐらい広げたらいいか、これ明確な基準はないですけど、まあ力が入るところです。もうそれは個人個人で探ってもらうしかないと思うんですけど、ある程度横にもこうね重心移動ができて、前方にもこうある程度対応できるようにですね。で、構え方がこう真横よりかは斜めに取るって感じで、利用者さんをこう移動した時に向こうに来そうになってもこれでグッと踏ん張れます。さっきこれぐらいやったんでもう無理は無理でしたけど、これぐらいやったらグッと踏ん張れるぐらいの感覚ですね。で、ある程度広げると重心も落ちるので、踏ん張りも効くし、足の指の力も使えるってところで、介助者自身はちょっと広めに取っていただくっていうことが大事かなと思います。なので指示規定面一つ取っても、基本的には狭かったらダメだし、広かったらダメだし、かといって利用者さんは、肩幅ぐらいがいいけど介助者はそうじゃないよってところはね、理解してもらえたらいいかなと。で、もちろん皆さん多分自然とやってることだとは思うんですけど、まあ、それを頭で理解した上でやるのとやらないとではまた全然違うかなと思うので、まあ、その辺は一つ工夫の一つかと思うのでやってみてください。ということで、今日は指示規定面ですね。指示規定面だけについて、まあ、広すぎるのがいいのか狭いのがいいのか、もしくはどれぐらいが適正なのかっていう話を、まあ、させていただきました。では丸くんワンポイントアドバイスをお願いします。はい、先ほど言われたんですけども、指示規定面大体利用者さんの方は肩幅って言われてたんですけども、もちろん肩幅でいいんですが、特に男性ですね、ガリ股の方が見てると思うんですけど、肩幅で取っててもガリ股だとちょっと逃げていってしまって立ちにくかったりするので、指示規定面プラスお膝の位置っていうのをちょっと気にしていただける方がいいかなと思います。そうですね、お膝の向きですね、はい、こう外向いてたらね良くないんで、まっすぐですね。よく車椅子に座って分かると思うんですけど、ここに当たってる人は広がってる傾向があるんで、つま先と膝の向きを正面に揃えてもらうと力が発揮しやすかったりもするので気をつけてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。はい、で、僕たちの本ね、体をいたわる介護術という本も発売されてますので、Amazon であったり全国の書店でご購入ください。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。